マルティン・ベルナルド・ラサルテ・アロスピでは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。現地理代表監督。プロデビューしたナショナル・モンテビデオでは、1988年に、コパリ・ベルタ・ドーレス優勝、トヨタカップ優勝を果たした。同年に、スペイン・セグンダ・ディビシオンのデポルティ・ボラ・コルーニャへ移籍し、 プリメーラディビシオン昇格を経験した。1992年に、ウルグアイに戻り、デフェンソールスポルティング、セントラルエスパニョール FC、CA、レンティスタスに在籍して、現役引退した。現役引退後は指導者の道に進んだ。ウルグアイにて実績を積み、CA リーベルプレートでは2部優勝、ナショナルで1部リーグ優勝を果たした。2009年には、 スペインセグンダ・ディビシオンのレアール・ソシエダ監督に就任し、2009から10シーズンにはチームを3、シーズンぶりのプリメーラ・ディビシオン復帰へ導いた。2010から11シーズンは広角圏と勝ち点2差の15位に終わり、2011年5月24日に解任された。2016年6月16日、グスタボム・ヌアの辞任に伴い、1年半の契約で、 ナショナルモンテビデオの監督に再び就任した。ありがとうございます。